<laughs> 16歳の中ちゃんこと中坂賀美ですこんばんは <laughs> しなくてもいいよえフえ なんかすごく今日リップが <laughs> 夜やらないです今日やれないからこの時間にやりますこのリップ買いに行ったけど売ってなかった <laughs> 19歳になっちゃった <laughs> イエイイエイこれは豚ですやばい明日いっぱいショールームしたいんだよね見てくれるいっぱいやったらあのね昨日めげルにドライブをやってたんですずっと。 めげずにドライブをやってたの。じゃあ星11が出たんですよおかげでですねあのそのチームあのチームじゃないですねあの。でなんかそれでなんかなんかさ5,000億くらいになりました総合力が。よきことよきこと。 ちちゃんが中ちゃんんがにブログのこと聞きたいいらしい何でも LINE してって言っといてくださいちな二2日前くらいに青美さんにも教えましたどうこのリップの色ピンク多分家ベ春なんかさこうやって見ると結構赤いイメージだから赤だと思って買ったの <laughs> でもなんか赤じゃなかっためっちゃピンクすごく強くなりましたであのなんか結構いろんな方があのフォローしてくれてるんですけどあのフォローをしてくれたらエール返します 1>, <laughs> 1月1日から。 イヤホン忘れたのビュンおはまるコンチャスこんばんちゃんの三段火中であっ,てるあってますあってますコンチャス買ってくださいフみも早く使いたいわこここここココンチャス <laughs> 長フフ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  今日も生きてるな生きてますよなんか可愛くなりたいな来年の目標は顔を痩せること顔を痩せること好きになってください <laughs> ぜひぜひ 今日いつもよりさらに可愛いと思った本当になんでうんなんでだろう嬉しいこと言ってくれるじゃないですかいやいやい <laughs> 今日はお昼ご飯を食べました <laughs> 何やってる？あーよかった。なんかこっちのリップとこれティントかな。ティントだね。変なシャツです。ハンバーガーです。 この色と今塗ってたねちょっとンキャラが色が残ってるんだけどさもっとあもみえちゃんも可愛くてるねふ坂のルームだから言えるやろ <laughs> いやふこっちちょっとやっぱピンクすぎるよね ど,うどっちがさ好きですかティントとリップって何が違うのティントっていうのは色が落ちづらいリップなんですよだから乾いちゃえばもうほとんど落ちませんそうピンク感が強いの。 これも赤だと思って買ったらすごいピンクです <laughs> あるあるですなんかさあでもこっちの色も意外となじむかも肌にルッチの方が好きですか最近顔がショールームだと白く見えるのでショールームだと白く見えるのでピンクが似合うんです だからもう公園とかに立つと意外と黒いのでこういう色の方が似合う大富豪のイベント終わったお疲れ様です基本チーズポさんと15回対戦してイズポパラダイスも獲得すごーい重ねてみようかなこっちの方が好きちなみにはこっちが好きです わめっちゃ濃くなった色がフフまあ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 色が濃くなってすごい唇が浮いた顔になりました今日は自然光漏れですね漏れ坂 これはちょっと色が濃いので、うん、でやって色を落としますあ <laughs> まあまあまあほんまうん、うん、悪くないなんか体調不良者みたいな色じゃなければ夜はねできないんですよね、うんだからその代わり明日はいっぱいやりたい ここにこのなんてしかこういうのを塗ると唇がプルプルになるの。すごい音がした。 どうですか難しいリップ塗るのこれはなんかスースーするのねスースーしてなんかよりぷっくりになりますかですか明日は何時予定ですかでもねあのお母さんとかから許可が出ればお昼とかからやりたいと思ってるよ お昼やって何時間か休憩して夜もやろうみたいな明日公えないのでねちょっとピンクいな今日顔が顔がっていうかニューカリップが今日はレコード大賞そうだよ、ね、レコ大 AKB さんが受賞してほしいですけどね 最初前髪がさこの前切ったばっかなのにもう長いのなぜなぜああみそば食べれるかなブログちゃんと全部読めました であとねと昨日の夜あげようか迷ったのブログでも多くの人に読んでほしいのであげるのをやめました自分で切ってないですこの前はメイクさんに切ってもらった中野の日うんと在校生の結果も気になるそれならみもめっちゃ気になるそ <laughs> して前髪伸びるの早いなんか唯一短い部分だからすごい伸びてる感じを感じやすいんですよね みがすごく伸びました。そばの代わりにきしめん食べます。いいですね。それ。ね、かずかもうどんとかがいい。うん、優勝したいですね。みんな。みんな、みんな優秀したいね。ね <laughs>、えい、お。僕は一人なんですが、なんかどうした、なんか、あ、みちゃんみたいに綺麗な二人になりますか。 なんか中坂はなんか寝起きとお風呂入ってる時だけ重の幅がすごい自由自在になるんですねでなんかすごいいっぱいこうやってこうやってやってるとあの勝手に癖がつきますでいつもは私は割と奥二重寄りなのこうやって引っ張って目を開けるとなんか重になるって聞きましたこうやってう <laughs> んかこのなんか内側が 重いたい重い本なので見は <laughs> 焼きそばパンでもいいよ。そうなんかあとはこう眉毛の下をと上を上は期間が下をこうやってこうやってやるとなんかいいって期間。 でも気になるようだったら今はもうなんかなるようなやつあるやんいっぱいアイプチとかメザイクとかいろいろ売ってるからやってみるのもありかもしれませんそう中坂はずっとこの二重です割と生まれてから <laughs> やってみてなんかマッサージ聞くって言います私の友達はなんか1年マッサージしたら ななんかにっっったたってて言ってましたでもクリームとかつけないとそうしわになりますまつげが素晴らしいまつげはねもう <laughs> 伸ばしたいでも美容液とかは塗ってないのでマツパもいってない。 今の高校生はマツパ行ってるらしいよ前友達のインスタライブを覗いてたらなんかまるまるマツパ行ったみたいな書いてあって行ったわかるめっ,ため,めっちゃまつげ系になったのみたいな話を聞いて今の高校生ってマツパ行くんだって思ってでもよく考えたらマツパしちゃえばあのー、あれじゃないですかなんだっけあのー、ビューラーとかマスカラとかいらないから みんなね、もう松葉してます初見さんこんにちは愛咲日本テレビ救急隊チーム16歳中ちゃんこと中塚美里ですこんにちは見に来てくれてありがとうなんか今日はこの触角とここの前髪の割れ目が気になる中須賀はその松葉に行ったことがなくてうんなんかその 割とその理想のまつげになんかツパでなる気がしなくて <laughs> だからなんかしないですまあしてもいいと思うけど私は今のところするつもりがないマツパするとなんかビューラーとかやっちゃダメなのねなんかそんなこと忘れてビューラーしちゃいそうなタイプなのではいどれぐらいで1ヶ月くらい持つんじゃないいいところだったら。 なんちゃんゆいたんがありがとうだってなんでなんで <laughs> なんでんでしょうそうマツパすればビューランいらないです寒い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 毛布は一番遠くにある。 わん新幹線年末めっちゃ混んでますあーだよね高速道路とかすごそう今渋滞が発生しておりますみたいなスパはしてないですねそう風はねあの私は全然なんか引きそうな感じしないです最近。 あおみさんとのヤグーたちは相談してやったの？あれはなんかあおみさんがリハグからなんかずっとこうやってやってきたから <laughs> 返してました <laughs>。でもなんか楽しかった <laughs>。ブログの書き方新しくなった？まあ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 、まあ、全然教えます。あおみに送ったやつその <laughs> 送っていたやつ。初見さんこんばんは。あこんにちは。スキン保ちて呼吸生命自力さやなかちゃんことなかつかみです。イエーイ。 中ちゃんは年末年始に美味しいご飯食べに行くってある中坂はあの, <laughs> あの年末か年始か分かんないけどあの高いお寿司屋さんに行きますはいもう超楽しみです <laughs> そう高いお寿司屋さんに行きます <laughs> 回りますけど高いみたいな1皿100円じゃないよみたいな感じ <laughs> お寿司お寿司フフ <laughs> 回らないお寿司屋さんにはどこにあるか分かんないから丸お寿司屋さんだけど <laughs> ちょっと高いおれ明しうなぎ食べに行くよいいなうなぎ小坂さ,さんがごちそうしてくれなくて中坂さんがごちそうします 回りますでもなんかその回ってるのは見取らなくてなんか注文して握ってもらうんですけどあのねガチうまいのほんとに美味しいのもう感動するレベルにうまいの <laughs> そうだからあの楽しみですじ <laughs> 期応募したみたいだねいやいいことだと思います 高校1年生で応募してたかな SK に入ってなかったらいやーしてなかったかもしれないな多分なんか10期だったら見んしてなかった気がするんですよあのでも10期が10期と同じオーディションシステムなら受けてなかったと思うしで普通のオーディションだったら受けてたかもしれないわからないけどね <laughs> すごい初見さんが多い今日いっぱいありがとう !SK489 イイ期生チーム S16 歳中ちゃんことの中須美です。<laughs> 良いお年をだって早いああと1日半ある。<laughs> いやいやこんにちはあ結果発表結果発表もう見に <laughs> 劇場に向かってますだってぜひ楽しんでくださいそのもう。 その逆にさこうドキドキするよね現場にいた時の方がすごそう <laughs> 回らないお寿司食べたら気絶するんじゃでも回らないお寿司食べたことあるんですよね寒河で寒河じゃないです東京で <laughs> お大掃除今日今やってますお母さんがみもさっきまでお手伝いしてました休憩で来てくれてよかったよかったいや本当にでもなんか親には最後って言ってました休憩が <laughs> そう長坂だけがおーおお <laughs> だけがおーおーおー長坂さんのもうめに携帯の返信できるけど返信は絵文字は文字化けしちゃういや見れる気がします見れた気がしますなんかあんまそういうところにあのちゃんとでも見れる気がします。 声出せないののがたんもう種の練習ですせーのでも隣の人にちょっと迷惑かからない私この前後ろから見ててびっくりしたんですけどなんかめっちゃめちゃギュンギュンやんってなってはいもうみんなすごかったすごいギュンギュンって感じ多分ねパち見にね なんか私の例にいる方見た気がする <laughs> <laughs> まあそんなことは置いといてはイ、い、ハの練習ちっちゃめに <laughs> どうどう十五 <laughs> 95%? <laughs> やばくないギュンギュンとえなんか隣同士になんかいて意外とこうなんかゆ,ゆとりがなかった <laughs>。 何の拍手あ、これはあの結果発表を聞いてあの、伊田先生が1位だった時の拍手をしてますの練習中です手が痛くなるくらい頑張りますはい、もういっぱいしてください手を丸めた方がいいあ <laughs> そうそう、練習してます 劇場で見る方のために優勝するよ素敵なワタ <laughs> 井田先生です3年愛組です3年愛組三3年愛組 <laughs> いやーでもなー本当に楽しかったんだよ表情がいいですね <laughs> ギュンギュンっていう表現を全然本当 ぎゅんぎゅんじゃないんですか成りみんな DMM ですみんな DMM で見るようですはいたぶんあれと一緒ふくじ引いたときと一緒です 先日アイアイさんの卒業公演前に境の広場や劇場下でも他のアイドルさんも頑張っててん,なんか最近よく会い,会います裏でおはようございますって <laughs> 言ってます石津ちゃん言わ,言,わそっか言わずか言わず石津ちゃん <laughs> 石津ちゃんと仲良くなりたいのだからあの15日以降にいっぱい公演に出てくれることを信じてるんです <laughs> いやもうどうでもさ 冷静に12人でしょみくるんとはポジションがかぶってないんですけど石塚ちゃんとみゆみゆが覚えてるポジションを石塚ちゃんも覚えててでもあんなんちゃんがどのポジで出たか覚えてないんですよねでもなんか私のポジだったでもあんなんちゃん8人でしか出てないかってことは12人でしょどこ覚えるんだろう分かんないでもあの,あの私とイズにーさんができるポジション基本的にここ2人いるからなんですけど今2人しかできなくて。 まあ基本的にこの2人がいるからっていうかもう長坂が常にいるから今の日はそうだからあのー、そうだからねあなんちゃんどこを覚えるんだろうなうんどでも人数が覚えてる人数が少ないのは多分私のポジションが一番少ないかなかみくるんのポジションかなみくるんがやってるポジションはゆずぽさんとみくるん ししかやってない気がしますはいああ i y a さんポジーかなでもアイアイさんポジーもできるメンバーちらほらいるんですよねいやいないかもしれないいやいるんですきみちゃんができるのでアイアイさんのポジションはきみちゃんでもきみちゃんはそこしかできないの確か12人はそこだけだったのでうん レオナさんの配信が始まったみんな明日明日そうもう誰のポジションも覚えてるんで誰がどのポジションを覚えてるかもあの把握済み <laughs> そうだから退避っていうのはあのポジション表が来なくてもなんか大体自分この日はここかなって予想するのが趣味です <laughs> どんな趣味だよ支配者ですか 支配者ではないです。一緒にたくさん出られるといいね。そう。でも、中坂もちょっとあのいっぱい出れるように頑張ります。まネイジャーさんみたいですよ。なんかね。前前ね。誰かのスケジュールを。

遊びに来たうだってありがとう。はじめましてありがとう。頑張ってください、頑張るありがとうございます。サイリウム問題4人分に無理じゃねゆずぽさんとゆずりんさん1本しか持てないよ。あと6本余ってるよ。<laughs> S, S の支配支配者になった記憶全く持ってないんですけどなんか支配者感ありますか <laughs> いいいい,いいって中ちゃんと石津さん両方押すのはありですかありです全然ありですあのさその同じチームだからさ私は別にあのこうやって両手で裁量も振ってても何も気にしないのであのせめてあのどっちかの手では私の裁量も振っててほしいだけです <laughs> そう。 買い出しから帰ってきたら配信してたごめんよごめんあまだ買えなかった <laughs> こんちゃーだってこんちゃーすあなんちゃんを一緒に押しませんか <laughs> あなんちゃんはもう押してますかわいいかわいいあなんちゃんと目最量目似ててピンクかオレンジかみたいなとこなんですけど 石津さんは気にしそうあ確かに <laughs> 確かに確かに確かに石津ちゃんは水色と黄色です水黄色だってかわいよなんか色合いがかわいい <laughs> 色合いがかわいい中坂のもかわいいですけど <laughs> 大変そうだよね変、まあ、えるつもりはないので,でもちょっと頑張ってほしいです お白オレンジピンクででもいいですかオレンジンジピクの人っていないですかわよいろさんとかそういう系のいるじゃない分かんない <laughs>「We are growing up」はみみき両方振ってる人もいるらしいでも3本だよ石津ちゃんと糸美樹ちゃんを足しても <laughs> 初見さんこんにちはスキーホイテッド吸チームメイ6歳のなかちゃんこと中すかみですあやめろさんは赤オレンジ黄色あ3色なんだオレンジピンクっていない可愛い色なのにななんかさサイリウムってさ後輩になればなるほどさなんかさあの色がなくなっていきそうだよね 今単色は空いてないのか1本はくすぐりは強い方ですかあんまくすぐられないか分かんないですけど膝は全く効かないんです <laughs> あんまくすぐる膝をくすぐると効かないですけどオレンジピンクは元地下3歳あそうなんだ詳しいですね <laughs> そう白1本空いてるんですよね白は1本も2本あ白1本は違うドンさんが白1本になったんですよ今白2本が空いてて で赤は1本も2本もないけど3本が空いてるのか赤は <laughs> 青は1本と2本と青も3本は空いてますで黄色は黄色は1本も2本2本3本も空いてないです黄色はもうダメです <laughs> でえっと緑は緑1本はあ菅原さんか緑2本とかは みおまるさんはみまるさんは黄緑2本んおまるさんが緑2本 <laughs> あれ西井ちゃんが黄緑2本かあれ <laughs> 分からん分からん緑3本は聞いたことないので緑3本は空いてますすごい知識そうオタクなんです元今もオタクですけど。 同じ色の本数の違いって分かるのかな分かんないですけどあのねなんかゆっちがいた頃はゆっちが白2本とかなんか白系だったのだからなんか白2本と白3本は、まあ、分かりづらいと思いましたフフフサイリウム1本はマキコさん須田さん菅原さんドンさんゆきあ違いましたミキちゃんピンク1本とかはいない今 あれ優香さんピンク1本紫1本が糸美樹ちゃん水色1本はあれみなるんさんあれ <laughs> 分からん分からん青1本が水野さんか水色1本はない優香さんピンク1本だよねみなるんさんは水色2本ってことは水色1本も空いてますね。 はい黄緑一本は黄緑一本もい,いなくないわからないわ <laughs> からないけどなんか日本ならどうにかなりそう赤青とかいるあイズニーさんだ。<laughs> ああ充電ないか緑の L サイは <laughs> 歴史に残っておりますので、はい、空いてるからって取るのちょっと遠慮しない 長坂はサイリウムを変えたことがなないいので分からない何色が一番目立つ個人的に白いや白はねでも割と黄色とかも白に見えるんだよなうん赤とかがねやっぱ赤とかはもう絶対見間違えることないのでいずリンさんとかも無敵だと思います <laughs>

クイクズみたいなあるよね。SKE48 サイリウムからおお3を見ててあそう信長の信長だっけそう信長のやつです自分のだと思ってレスしたら違ったって経験あるあみでも全然自分じゃない人にもレス送っちゃうからさ <laughs> あんまりあれかもしれない。 SKE のサイリウムカラーであ2020年はちょっと古いか <laughs> マジスカスリーはーパルルさんがあれなんですよマジだよみたいな役なんですけどめちゃめちゃ SKE 感が強くてユリアさん出てて 木本さん出ててクーミンさん出ててであのその時は多分 AKB48 さんだったんですけどミナルンさんとスズランさんがいてみたいなめちゃめちゃ SKE 感強くてか勝手にテンション上がってるやんねえねえ全然ないんだけどサイリウムカラーって調べてるのに全く出てこない。 マジスカはパラビで見てます。でも Hulu でも見れます。確か。それ携帯が重い、重い。そう。そう、チームマングースとか。 チームハブとかかっこいいんですそれを見ててこれこれサイリウムクイズやりたいサイリウムクイズダメだ,めだ動かないタブレットが個人的には受け継ぐ場合って連絡するもの なんか最近はさなんか割とさこう引き継ぎするのにさ話し合ったりしてるイメージなんですよ私の中でどうなんでしょうタブレット固まっちゃったどうしようみんな。 こんな動かないことあるってこれ固まってるんだけどえ <laughs> おせだ誕生日じゃないセリウムあ来た全メンバー もういけるる気がすんんだよねかんないけど, <laughs> い,けない,けどいける気がしてきたそうなの公式サイトに載せてくれてる本当じゃちょっと調べる <laughs> サイリウムカラー先輩の色を引き継ぐ時は報告しているでもさ結局はさどこの色を使ってもさあのー。 あれじゃない誰かの引き継ぎにはなりません, <laughs> <ー>ん <laughs> SKE48 青海ひなの青青単色は青海さんおるーさんがピンクピンクかわいいアイドルって感じアイアイさんが薄い紫一本いいですね 三代丸さんが黄緑2本だってさあやが白3本みなるんさんが水色2本るかさんが黄色2本ゆずきさんが赤2本冬ちゃんが紫2本なんか二2本枠もほぼね埋まってるイメージ水野さんが青1本 優香さんがピンク1本真き子さんが黄色1本菅原さんが緑1本須田さんが赤1本みっちゃんが黄色3本単色単色でドンさんが白1本糸美きちゃんが紫1本黄緑1本がいてます黄緑1本 <laughs> 黄緑1本が空いてるよあとは青1本もいない青1本が水野さんか水色1本も空いてますでもな1本ってなんかさ寂しい オレンジ1本もオレンジ1本はちょっとさ使うのなかなか勇気いりますよ <laughs> そうこんな感じです 1> 緑一本と緑一本区別つかない、あの確かに。ペパーグミントグリーン、ペパーミントグリーン使うのピアスさんだけのよ。しかもさ、ちゃんとあるのすごいよね、ペパーミントグリーンカラーが。すごい。 じゃあ2本2本で空いてる色をさあ探すのちょっとむずくないじゃあみんなゆなんかさどの色が空いてるそうかなでもなんかアイドルっぽい色といえば紫とピンクとかなんか紫とピンクが入ってる色はなんかアイドルっぽく私は感じるんですけど紫ピンクはココナなんですけどナルピーさんか引きずピンク白とか誰かいるな絶対 <laughs> ピンク白アラブリーさんピンク白かわいい でもドラフトさん犠牲さんで、ね、ピンク白が空いてたのすごいですね。めちゃめちゃさ、アイドルカラーじゃないピンク白白とかも可愛いと思うんだけど。ピンクピンク白も可愛いと思う。これ、アドバイス。ピンクピンク白とピンク白白は空いてます。可 <laughs> 愛い,いと思います。紫紫と、 なんだっかわいいかな紫やっぱピンクとかと合わさるからかわいいと思うんです私的なあれなんですかどうピンクピピ <laughs> そっかピンク緑も空いてるのか今でも,ももが買えそうじゃないわかんないけど。 ミュは好きな色が黄緑なんですよ <laughs> 緑黄色緑黄色はいそういないかな意外と空いてるのかもしれない緑黄色いません緑黄色いないよピューさんは青とペパーミントグリーンです あチェリーさんかあそっかチェリーさんのやつかいやなんかさでもさ結構さ恐れ多いいじゃないですかそれこそオレンジ緑とか黄色緑とか空いてるしすごく多分好きな色としてもめちゃめちゃいい色じゃないですかだからさなんかめっちゃ使いたいってなるかもしれないけど恐れ多くない って思うイメージです。はい。<laughs> だって、目好きな色がオレンジと黄緑だけど、その昔ね。あやこぴょんさんがそうだったんです。オレンジ黄緑だったんですよ。劇場で振ってました。<laughs> 日本に帰ったら推しにします。いやいや、あなたのあなたの推しの方が <laughs>。でもあれは1本だもんね。ほぼ。みんな1本で持ってるよね。 七本で持ってる人いたらマジ尊敬する。<laughs> そう。えすごいなんか今すごいネジネジした花火が上がった。オレンジ一本は昔いたのかないました昔オレンジ一本。手作り祭えだよね。七本持って今度さん振ってみてよ。 たまやオレンジ1本多いね昔水野さんが水野さんが使ってたいやオレンジ1本もなかなか難しいですけどねでもやっぱピンク多いねピンクで2色で組み合わせられる人いるかな あでもピンクオレンジいないかもピンクオレンジがいないですはいおすすめピンクオレンジ <laughs> ピンクオレンジはピンクなのに2本でいいあとはピンク黄緑とか <laughs> 何が違うピンク緑も空いてますからねそれこそピンク 黄色ーーあエゴさんだ <laughs> ピンクピンクピンク水色はあ横にあさんだ うんだからあのピンクオレンジとピンク緑が今 SKE なら空いてます。 ででもチーム、S、はピンク結構おすすめですめよ <laughs> なぜならチーム S は圧倒的青と水色と白が多いからですえっと青みさんが青青きみちゃんが紫水色ひめ、えー、たんが白水色でよこにゃんさんがピンク水色マニーさんが青水色、えー、ナーヤンが青水色白 ピスさんが青とペパーミントグリーン中坂が青白オレンジイズリンさんが赤青ちかさんが青オレンジなのでめちゃめちゃ青水色白率が高いんですよ <laughs> そうだからあのねピンクとかそれこそオレンジとかがすごく目立ちますおすすめです緑とかそう こんにちはいあおみさんとマリンさんステージから見分けつくつきます全然なんか何かんならマリンさんとナーヤンの方が難しいですナーヤンとヒメタンとかの方が難しいです黄色いずぽさんしかいないのそうなんですよチーム S は。 だからねチームスは緑系と黄色系とピンクピンクはでも1234人しかいないからめちゃめちゃ目立ちます <laughs> そうあそっか石塚ちゃんが水黄色か水色たまにそれ石塚ちゃん水色入ってるでしょミクルンはミクルン可愛いいんだけどピンク赤ピンクだってめっちゃ可愛い アナちゃんが青だからだからめちゃめちゃ <laughs> <laughs> やっぱ感触が多いおじさい分析する中さが完全にオタク <laughs> 青3番は誰だったんですかグレーっていいいう色がななんじゃ変は 白がなんえ中坂はなんか白がよく黄色になったそう配信開始か50分くらいだったけどお時間大丈夫そうああ55分になった教えてくださいいやでも意外とピンクとオレンジは見分けがつきましたこの前の若手コンで初めてアナんちゃんと多分同じステージに立ったんですけどあの割と小さめのハあれでね 分かかるくらいいじゃないですか多分その時に結構手前の方になんか長坂のサイリウムとあなんちゃんのサイリウム見た時にあ意外と違うって感じました普通にファンが会話してるみたいでおもろいえ <laughs> そう,えそうむ昔の可変祭はそうだよね白がすごく黄色っぽくなったイメージありました そうだからおすすめは色がしっかりついてるやつを振ること <laughs> 逆にサイリウムカラーでおしめン決めてみる<笑><笑>いや長坂はちょっと変え,変えないので <laughs> 山下ゆかりさんもう。おー 最近は単色祭しか振らないからな意外とね最近は単色祭多いですよね皆さんイえ。イチラってチラチラー祭の勉強になります <laughs> な,なったらよよよ,よ,よきですね <laughs> チーム E1 本多いよねチーム E? 確かに優香さん1本 マキコさん一本、菅原さん一本、須田さん一本、でドンさんが一本か。確かに。<laughs> 井戸上ちゃんが楽なので遅そうかな <laughs>。一本いっぱいいますよ。一本いっぱいいますよ。<laughs> 昼間の野外とかじゃ淡い色じゃないと確かに淡い色じゃないかもしれないけど。 一本が楽だよ <laughs>。それはもち分かってます。オタに優しい一本。でも一本ってちょっと物足りなくない？二本くらいがちょうどよくない？三本はきついのはわかるけど。 もうウキは圧倒的に日本が多いんですよね。青海さんきみちゃんひめたん池田さえは3本かあーやも3本か。で川島2本でしょえなちゃん2本ここな2本ないんは3本ないん3本みっちゃん3本中坂3本も3本ふえちゃん2本なんですよ。だからめちゃめちゃ9期は日本が多いです。 実は色順してないのでのランダムで青白オレンジ振ってくれると嬉しいですすぐに出てくるのすごいな <laughs> キューキーは分かれます結構日本に変更してるよ、ね、でも結構もともと日本の人も多くない青梅さん日本だし君ちゃんとひめたんは途中で買いましたね 池田元最初から2本ですよね川島も最初から2本えなちゃんもそうねココナは途中で変えたけどナイアン3本み、うん、っちゃん3本、うん、長坂が3本そうそうねあとは全員変わってないですね長ちゃんああいうみっちゃん私の救急車はみんな3本 <laughs> 9本モテモテンってなコ <laughs> コちゃんはもともと黄色ピンク白です黄色ピンク白です ナイアンはでももう青と白と水色大好きだから <laughs> 色してありますからあのナイアンはあの色順してあ,ありですから <laughs> オレンジの位置はどっちでもいいけど青と白は隣同士に置きたいありがとうございますサイリウムカラーってどのタイミングで中坂は9期で一番最初に決めましたもう誰にも取られたくなかったから。 もう絶対青白オレンジにするってもう入る前から決めてたので「はい絶対青白オレンジです」って言ってもう速攻ブログで言いましたさい最初のブログで多分言ってますもうすぐ十5分ですありがとうそ,う,もうそんくらい中坂はもう絶対に何があっても青白オレンジ今来たけどまだやります、ね、いやもう終わっちゃいます もう絶対にこの3色しか勝たんって言ってもう速攻で言いましたかぶったら嫌だったからブログで宣伝したもん勝ちなんで最初はそうでしたねあのその最初は初手 <laughs> なんか途中の色変更とかでこう誰かのサイリムを引き継ぐってなった時はめちゃめちゃ多分相談しなきゃいけないと思います 青白オレンジ順いや順番は別に何色でも見ればいいです来年青白オレンジ振ってしまおうかな振ってしまいましょうそれは押しスりすカからってことそういうことです最初はったもん勝手なんかほとんどそうでしたでもなんか先輩にもよるけどなんか この色を引き継ぐまでにすごく時間がかかったっていう先輩とかも聞いたことがあるので本当に色にもよるんだと思われる <laughs> 昔の姫田の信号機はえ私も思いますでも、ね、姫田の信号機すごく自分の色に似てて黄色はすごく白に見えるし赤もすごくオレンジに見えてめちゃめちゃねあれでした分かりにくいってなった 過去ちくわ祭を振ってましたなんかよく見たよねちくわみたいな <laughs> 模様のやつ公式ブログ1回目に書いてあったあとおしりし祭竜も青白オレンジしようと思いますそう見る絶対にこの「橙っていう色を使うんですよね特にこだわりはないけど <laughs>。 の順番はなんか私が覚えられないし公演中に別にあんま気にならないんで私はね、まあ、人にももちろんよると思いますけど何にしようかな今日はうーん 公式ブログが2月2日最初ええー、もうすぐ3年だってやばすぎなんかさ信じられないんだよね自分がもう SK に3年もいるんだっていうこの感じが「風色」 き君を待っていたって絶対来ないと分かっていた僕さ小高いおかの上忘れ物もうなんで止まったのうわ悲しい。